この現在の様子です。かわってこちらは青森県の八戸市の現在の様子です。八戸も今岸壁を越えて波が流れ込んでいます。岸壁の上がこれ辻間さん乾いてますので、これ今波が到達したというふうに推測されますね。岸壁を今越えて、そうですね、今越えていると。押し寄せてる波はさらに、はい、そうだと思います。はい、船がすでに岸壁にこうくっつくようにして、流されている様子も分かります。はい、車ありますが非常に危険ですね、これは。はい、今岸壁の上には車が走っている様子も見えます。大津波警報、津波警報が出ていますので、どうぞ海岸や河口付近からは早く避難してください。こちらは八戸市の現在の様子です。こちらもカメラが小刻みに揺れています。辻さん、危ない、うん、はい、今海岸付近に人の姿も見えますけれども、はいはい、これ非常に危険ですね。非常に危険です、はい、それから余震も繰り返し来てますね。はい、はい、こういう、異常事態があった場合に通報するように、義務付けております。今のところ停電があって電力が供給されないということと、もう一つは原子炉を冷やす非常用のディーゼル発電機が使えなくなったということで、この段階では直ちに安全に関わるような状況ではありません。ご覧いただいているのは青森県の八戸市の現在の様子です。また津波が押し寄せていまして、そして陸地の方に津波が流れ込んでいく様子です。道路に津波が達しました。うんうん、青森県の八戸市の現在の様子です。津波が岸壁を越えて道路に押し寄せています。そして向こう側にはトラックや車が走っています。非常に危険な状況です。海岸や川の河口付近、また川の川岸であっても上流であっても川岸の皆さんはぜひ安全な高台に避難してください。青森県の八戸港の現在の様子です。津波が押し寄せています。繰り返してお伝えしますけれども、先ほどの福島第一原子力発電所ですが、地震で停止した5基の原発で原子炉を安全に冷やすために必要な非常用のディーゼル発電機の一部が使えなくなったということです。東京電力は直ちに安全上の問題はないとしていますが、原子力災害対策特別措置法に基づいて異常事態を知らせる通報を国に行いました。はい、今のところ放射性物質が漏れるなど外部への影響はないということです。この通報は、原子力施設に異常があった場合に、通報する、国に通報する制度でして、平成11年 の東海村の臨海事故の際に、作られました。現時点では放射性物質が漏れる恐れはないということですが、引き続き、注意をする必要はあると思います。今亡くなった方の情報が入ってきました。福島県の相馬消防本部によりますと、南相馬市原町上渋沢の老人福祉施設のヨッシーランドが倒壊し、十数人が建物の下敷きになっていて、このうち5人の死亡が確認されたということです。福島県南相馬市原町区上渋沢の老人福祉施設のヨッシーランドが倒壊し、十数人が建物の下敷きになっていて、このうち5人の死亡が確認されたということです。消防は現場で救助作業に当たっているということです。画面は引き続き、また新しい情報です。宮城県警察本部によりますと、この津波で宮城県石巻市にある宇都宮橋付近で行方不明者が多数出ているということです。宮城県石巻市にある宇都宮橋付近で行方不明者が多数出ているということです。テレビの画面、青森県八戸港ですが、今画面の右側から流れてきた船が、これは岸壁近くに止まっていた船なんですが、今衝突しました。辻さん、はい、津波が相当な力で押し寄せているということですね、これは。はい、この速さ、秒速3メートル4メートル、これは人間は絶対立っていることができません。おそらく死ぬことは免れないかと思いますね。こういうところにぜひ絶対こう出ないように。それと映像で見ると少し遅いように見えるんですけど、これ非常なスピードで陸の中に入っていってますね。市街地の中、これはうっかりすると1階の天井あたりまで水がついてしまうような、そんな津波になるかと思います。では関東地方を中心とした交通機関の情報が入ってきました。地震の影響で東北地方と関東地方の新幹線や JR の在来線、私鉄各線は午後4時40分現在、多くの路線で運転できなくなっています。まず新幹線です。
今テレビの画面ですけれども、青森県八戸市、船が次々と流されてきて、そして今横倒しになりました。交通情報の途中ですけれども、画面の様子をお伝えします。青森県八戸市の様子を現お伝えします。船が流されて横倒しになりました。そして画面の右側が海の方なんですけれども、そちらから大きな船が次々と流されていきます。今船が横倒しになっているあたりは、これ津波が来る前は岸壁だったところです。その岸壁の上にこの大きな船が乗り上げて、そして横倒しになっています。そして陸の方にも津波が流れていくのが分かります。港のすぐ近く、このように多くの建物が立ち並んでいます。先ほどはこの今画面の中央あたり、車も走っていましたけれども、そのあたりに海水が流れ込んでいきます。津波が流れ込んでいるのが分かります。辻さん、この津波の速さというのは相当速いですね。そうですね、これそうですね、秒速 3,4 メートルぐらいになるんじゃないかな。1秒間に3メートルから4メートルぐらい進むということですね。まあ、洪水の時 の, 大きな川 の, 流れと同じぐらいということでしょうね。もう人間はもう何もすることができないことになるかと思います、はい、これ大変危険な状況です。はい、大変危険な状況になっています。大変危険な状況になっていますので、どうぞ安全な高台に避難してください。青森県八戸市の現在の様子です。津波が住宅街に押し寄せてきています。津波が住宅街に押し寄せています。青森県の八戸市の今の様子です。そしてかなり速いスピードで住宅街の奥深くまで流れ込んでいく様子です。大変危険な状況です。頑丈な建物のなるべく上の階に避難してください。画面の右左下では総理大臣官邸の様子です。菅総理大臣の記者会見がまもなく始まります。それではただいまから今回の地震につきまして、テレビの画面では青森県八戸市の今の様子です。車が津波で流されている様子もわかります。国民の皆さん、もうテレビラジオでご承知のように、本日14時46分三陸沖を震源とするマグニチュード 8.4 の非常に強い地震が発生をいたしました。これにより東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が発生をいたしております。被災された方々には心からお見舞いを申し上げます。なお原子力施設につきましては、一部の原子力発電所が自動停止いたしましたが、これまでのところ外部への放射性物質等の影響は確認をされておりません。こうした事態を迎え、私を本部長とする緊急災害対策本部を直ちに設置をいたしました。国民の皆様の安全を確保し、被害を最小限に抑えるため、政府として総力を挙げて取り組んでまいります。国民の皆様におかれましても、今後引き続き注意深くテレビやラジオの報道をよく受け止めていただき、落ち着いて行動されるよう心からお願いを申し上げます。で菅総理大臣が今発言しました。続いて枝野官房長官の発言です。ではどうぞ。新聞影山です。現在政府が把握している被害の状況、また怪我人が出ていれば怪我人の状況など教えてください。はい、関係機関からそれぞれ、被害の状況は刻一刻と本部の方に入ってきております。まさに日々刻々時々刻々と入っている状況でございますので、今後その都度確認がされた部分について、発表させていただきたいというふうに思っておりますが、現時点では相当甚大な被害が発生をしている、そのことを前提に総力を挙げて
政府として、被害の救援、そして拡大の防止に向けて最大限の努力しているということをお伝えさせていただきたいと思います。毎日新聞です。宮城県知事から自衛隊派遣の要請があっていますしているわけですね、はい、それが順に収まっていくと様子というのが例えば2分、宮城県知事から東北方面総監に対し宮古だとかあるいは今情報が来てないところの県庁記録を見ていると、まあ、そろそろここで弱まってきたなってきています。こちらは八戸市の現在の様子です。青森県の八戸市、これは津波が引き始めている様子です。辻村さん、はい、今津波がかなり速い速度でこれは引き始めているんですね。そうですね、この画面から言いますと右側が海の方向になると思います。そちらの方に、かなりの速度で波が引いています。この後一旦引いて波の動きが収まった後また再び、波が押し寄せます。その押し寄せる波はすでに来ている波よりも高く遠くまで来る恐れもあります。ですからこの先 数時間はですね、避難をしているところから絶対に動かないでください。辻さん、はい、そして今船が横倒しになっているのが分かりますけれども、はいはいはい、改めてこの津波のですね今画面の下の方ライトをつけた車が見えます。人が乗っている、うん、ということが気象庁によって把握されるわけなんですが、はい、それができないということは、うんまあ、いつ津波警報を少し一段下げる急に解除にはならなくてもですね、はい、大津波警報を陸海岸はですねその情報が今入っていませんけども、はい、管理区は入り組んだ海岸線がありまして、孤立をするとかなり危険ですので、広い範囲での警戒が必要です。これは青森県八戸市の様子です。コンビニエンスストアが見えます。港近くのコンビニエンスストアが見えます。その周りをかなり速い流れの水が流れていく様子が分かります。かなりの速度で水が流れていくのが分かります。コンビニエンスストアの周り水がかなり速いスピードで流れていきます。青森県の八戸市の現在の様子です。住宅街にまで津波は押し寄せています。今回の地震ではですね、福島県の相馬港で、7メートル30センチ以上、これは7メートル30センチを超えて観測ができてないということですからそれ以上の津波が来ているのをはじめ、東北地方はもちろんですが千葉県の銚子でも2メートル20センチ、北海道の釧路港でも2メートルといずれも4メートル3メートル2メートルといった大津波がすでに押し寄せてますので、広い範囲で、東北以外の地域についても広い範囲ですぐに避難が必要です。あともう一つ先ほど政府の発表で緊急 対策本部を設置されましたけれども、はい、警察庁はですね今中国地方近畿地方中国地方の管区の広域緊急援助隊およそ900人が宮城県岩手県福島県方面に向かっているということです。でも、まあ、900人では人数はもちろん足りませんので、こうした規模の災害ですので広域的な応援を立ち上げる必要があると全国の消防で今緊急消防援助隊等の派遣が進んでいると思いますがこれを急ぐ必要があると思います。はい、被害の情報が入ってきました。宮城県警察本部によりますと石巻市港地区で落下物によって1人が死亡したということです。また栃木県警察本部によりますと栃木県芳賀町下高根沢にある自動車メーカーのホンダの工場で天井が崩れて女性1人が下敷きになり死亡しました。女性は30代から40代とみられ警察は身元の確認を急いでいます。茨城県警察本部によりますと茨城県の高萩市でも建物が倒壊して1人が死亡しました。宮城県と栃木県それに茨城県で、これは人が亡くなるというような被害の情報も入っていますが、はい、茨城県でも余震というかするので、復旧まで待っていただくということが必要だと思います。慌てて、殺到したり動いたりするのが危険ですので、首都圏に、ね、いらっしゃる皆様は様子を見ながら行動していただくことが落ち着いて行動していただくことが必要だと思います。テレビの画面でお伝えしているのは青森県の八戸市の現在の様子です。画面の中央のやや左寄りにコンビニエンスストアが見えますけれどもその周りを津波のこの水の流れ水が流れていくのが分かります。
辻さん、これ先ほどに比べまして少しこう流れの勢いが弱まっているようにも見えるんですけれども、今どういう状況なんでしょうか。あの道路の向こう側の速さは、はい、あの決して弱まってはいませんよね。弱まってはいないということですね、うんうん、はい、あの一番ピークからだんだん下がっていくところにあると思われるんですが、はい、あの流れはこれからまだ速くなります、はい、でそれから一旦普段見られないような海底が見られるまで水位が下がって、その後また上がってきます、はい、ずいぶん周期が長いですね。あのピークになってから下がってまたピークになるまで、これ20、30分ぐらいあるんじゃないかしら。震源の大きさを反映しております。長い時間をかけ水浸しになっていると見られていまして、南蒲生浄化センターは2階まで水に浸かっているということです。また宮城野区中野の中野小学校では児童を含むおよそ140人が屋上に避難しているということです。仙台市は地震の後、市バスと地下鉄のすべての路線を運休しているほか、市ガスの供給も午後4時半ごろから停止しています。この後東京都と新潟市、札幌市から消防の支援部隊が到着する予定だということです。総務省消防庁によりますと、今回の地震で午後4時半現在、6つの都と県で合わせて少なくとも44件の火災が起きているほか、住宅が津波で流出したといった被害が起きています。このうち宮城県内では仙台市の高層ビルで2件の火災が起きているほか、角田市でも2件、仙南地域で1件の合わせて5件の火災が起きているということです。また福島県ではいわき市で3件、白河地方で1件、郡山地方で5件、福島市で5件の合わせて14件の火災が起きています。岩手県では盛岡市で3件、金ヶ崎町で3件、北上市で2件の合わせて8件の火災が起きています。さらに茨城県では日立市で2件、ひたちなか市で3件、土浦市で1件、筑西地方で2件、稲敷地方で1件、上総地方で1件、茨城の西南地方で2件、鹿島地方で2件、阿見町で1件の合わせて15件の火災が起きています。そして先ほどからお伝えしていますが、千葉県では市原市にあるコスモ石油の施設でガス漏れによる爆発が起きて火災になっているということです。それに東京港区の台場でも火災が起きています。火災以外の被害です、はい、津波はどういう状況ですか。本部の方に入ってきている情報としては、北部の多賀小学校に津波が押し寄せまして、避難していた方々が2階の方に避難しました。八戸市の小学校の名前もう一度よろしいでしょうか。多賀小学校です。沢小学校、はい、ですね、はい、はい、そこに120人ほどですか。いや、人数の方ちょっと人数が分からない、はい、はい、小学生児童も含む数ですね、はいはい、が避難しているということですね、はい、バラジマタカシさんでよろしいでしょうか、はい、バラジマさんがご覧になったその建物の周辺の様子はどうでしょうか。大きな被害はないんですけども、はいはい、後で詳しく調査しないと。今庁舎の中は電気はついてますか。まだ非常用の電源で動いている状況です。テレビは近くにありますでしょうか。あります。今 NHK のテレビでですね、八戸市内の様子をお伝えしているんですけれども、はい、これは港の近く、何という地域でしょうか。ちょっとテレビが遠くて私のところからは確認できません。はい、その他ですね、はい、大きな被害の情報何か入ってますでしょうか。今のところ大きいのはまだないです。建物の中の様子はどうですか。物が落ちたり壊れたりしていますか。本館の方、建物を建築が古いのが方があるんですけども、はい、こちらは書類が落ちてちょっと地味に支障があるような感じでした。なるほど、はい、市民の皆さんの様子、被害の情報などは入ってますでしょうか。今情報把握に努めてます。そうですか、わかりました。ありがとうございました。はい、八戸市の防災危機管理課のバラジマタカシさんに話を聞きました。地震の特徴が警報になります。今回の地震の特徴数百キロで相当な広い範囲、はい、辻村さん、はい、新しい情報ですね、はい、気象庁によりますと今日起きましたマグニチュード 8.4 のこの東北地方太平洋沖地震なんですが、気象庁の分析では、東北から関東の沿岸にかけて数百キロ、この真っ暗にならない前にいち早く安全なところに避難すること、そうですね、それから一旦避難したら
安全なところから離れないということですね。大事だと思います。いずれにしても電力が再び復旧するには時間がかかります。それに今足元がもしこの沿岸の地域で津波が押し寄せてないとするならば、もう一刻も早く避難してください。夜の間に、津波が来て避難するのではもう周辺の状況もわからなくて極めて危険です。ですから西日本沖縄にかけての津波警報が出ている地域の方々はもう日が沈むまでに必ず避難が必要です。初めから繰り返してお伝えします。今日午後2時46分ごろ巨大な地震が相次いで起きました。震源は三陸沖、震源の深さ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 8.4 と推定されています。この地震で宮城県北部で震度7、震度6強を宮城県、福島県、茨城県、それに栃木県で観測しました。また震度6弱を岩手県や群馬県、埼玉県、千葉県北西部でも震度6弱を観測しています。この地震で大津波警報、津波警報、津波注意報が出ています。大津波警報が出ているのは岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、伊豆諸島、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、相模湾、三浦半島、静岡県、北海道太平洋沿岸西部、小笠原諸島、青森県日本海沿岸、和歌山県、徳島県、以上の地域に大津波警報が出ています。また津波警報が東京湾内湾、三重県南部、愛知県外海、陸奥湾、伊勢湾、三河湾、高知県、北海道日本海沿岸南部、淡路島南部、宮崎県、愛媛県宇和海沿岸、大分県豊後水道沿岸、鹿児島県東部、種子島屋久島地方、奄美諸島トカラ列島、津波警報が出ている地域をお伝えしています。大東島地方、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大分県瀬戸内海沿岸、宮古島八重山地方、以上が津波警報が出ている地域です。また津波の高さですけれども、福島県相馬港では午後3時50分ごろ7メートル30センチ以上、岩手県の釜石港では午後3時21分に4メートル10センチ以上の津波を観測しています。またその他広い範囲でかなりの高さの津波が観測されています。これはいずれも4メートル20センチ以上ということで、それ以上観測できていません。はい、ですから実際は10メートルを超える津波が押し寄せているものと見られます。ですから東北関東地方の沿岸の方々は一刻も早く避難してください。大きな揺れがあった地域においては、現在も倒壊した家屋等に人が閉じ込められている恐れがあります。こちらも夜になりますと発見が難しくなりますので、救出には急ぐ必要があります。ただこの場合でも余震に十分な警戒が必要です。避難指示が出ている地域を詳しくお伝えします。3度と繰り返して大きな波が押し寄せる恐れがありますので、沿岸の地域の方はどうぞ厳重な警戒を続けてください。現在の八戸市内の様子、テレビの画面で映されています。岸壁に完全に漁船が上がっています。かなり大きな船です。そして地面が濡れています。先ほどこの辺りも、大きな津波が押し寄せました。陸の方では大きな船が横倒しになっている様子も見えます。完全に陸に乗り上げています。今は潮位の激しい動きは確認されませんが、この後も引き続き大きな津波が押し寄せる恐れがあります。津波は2回目3回目の方が高くなる可能性がありますので、引き続き厳重な警戒をしてください。原稿入れますよ。福島県広野町役場によりますと、海岸からおよそ100メートル離れている広野町下浅見川元町でおよそ50世帯が水に浸かっているということです。地区に住む人から家族が取り残されているという通報があるということですが、消防などは近づくことができないため詳しい状況はわからないということです。広野町では町内全世帯に避難指示を出して住民に避難を